養蜂、中日ドラゴンズ、昨年のブライトを買いに続き三好も覚醒。中日の三好代理、ひろのり、徳谷島3日、ヤクルトとのオープン戦、バンテリンドーム、7番、中堅、で出場し、配当しながらのスーパーキャッチを披露、絶対抜けたと思った、と、流行も衝撃のビデオにした、驚きのファインプレーは、中日の2点ビハインドで迎えた8回に飛び出した、自主2塁でヤクルト、浜田太志、徳谷氏は梅野優吾投手のボールを捉えた打球は、前進守備の外野の遥か先を越えて、フェンス手前まで飛んでいった、しかし、三好が猛ダッシュで追いつくと、スーパーキャッチ、走者は三塁進塁もできなかった、この回を無失点で終えた中日は、その裏に打線がつながり、2得点、3の引き分けで終えている。BGM の公式 X、旧ツイッターが三好の講師を投稿すると、ファンからは絶対抜けたと思った、美しい、マジでグスみた、ファインプレーすぎる、この守備は三好使う理由になるよね、と3時のコメントであふれ返った、実況と解説者も、何メートル配送したんでしょう、抜けたと思いましたけどね、と驚きの様子だった。2020年ドラフトで JFE 西日本から6位指名で入団した26歳は、2年目の2022年に40も試合に出場するも打率218と結果を残せず、昨季は1軍出場機会なし、社会人からの入団だけに活躍が待たれる選手の一人となっている。オープン戦はここまでも試合全てでヒットを放ち、打率333、18打数6安打、この日も5回に右前田でガッツポーズを披露し、気合がみなぎっている。元ピッチャー左でマックス145出るから野本が自分になぞらえて駆使したんだぞ。オープン戦で負けてもね。中日は毎年若手が覚醒してて羨ましいわ。まるでブライトと鵜飼が昨年から活躍してるかのような言い方やな。覚醒のためのオープン戦で本番では2軍のままなのなんで。どんぐりの背比べだから選手からしたらチャンスしかない。覚醒ではなく確変では。チャンスの前に乗り越える壁大島、吉川さん、上林、これを超えて枠が一つ。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。